交流戦で悲願の初優勝を飾った DeNA。 一時は阪神を抜いて首位に立ち、1998年以来25年ぶりの胴上げかと盛り上がった2023年の DeNA でしたが、ここぞという試合を落としてしまい、レギュラーシーズンは3位で終了。クライマックスシリーズもファーストステージで敗退してしまいました。横浜挑戦のシーズンスローガンのもと一丸となって戦いましたが、阪神にはやはり戦力的に及ばなかったという印象で、2023年のオフは精力的に補強を敢行。そこで今回は DeNA の2024年構想を考察。かつてない補強の DeNA の噂を追ってみましょう。偉大すぎない父を持つドラ1に期待大。2023年シーズン開幕直前の3月、とんでもないニュースが飛び込んできました。現役バリバリのメジャーリーガートレバー・バウアー選手の DeNA 入団が発表されたのです。すでに順位予想を終えていた野球評論家は、元サイ・ヤング賞投手の加入で DeNA の予想を情報修正しなければならない事態に陥るほどでした。開幕後はスタートダッシュに成功し、交流戦では球団史上初の優勝を果たします。その直後の阪神3連戦で3立てに成功、再び首位に立ち、三浦大輔政権3年目でのペナント制覇もはっきり視界に捉えました。しかしその後チームは下降戦、巨人との A クラス争いを制し3位に入るのが精一杯でした。チーム打率は1位タイで、防御率は3位、宮崎敏郎選手が首位打者、牧秀悟選手は打点王と最多安打、東克樹選手が最多勝利と最高勝率、今永翔太選手は最多奪三振のタイトルを獲得。これだけタイトルホルダーがいればもっと順位が上でもおかしくありませんが、投打の歯車が噛み合いませんでした。一時はトップを奪っただけに悔しさもひとしお、積極的に戦力補強を行っています。まずは退団した何人かの主力選手を紹介しましょう。2017年のシーズン途中に日本ハムからトレードで入団したエドウィン・エスコバー選手が自由契約となり DeNA を退団、カブスと契約を結びました。球威抜群のタフネス左腕は、男は黙って投げるだけと、7年間貴重な中継ぎとして貢献しただけに地味に痛い退団となりました。2度のホームラン王に輝いたネフタリ・ソト選手はロッテに移籍。来日当初は圧倒的なパワーを誇っていましたが、ここ数年は故障がちでホームランは減少、二塁打は増えているので、今までフェンスオーバーしていた打球がお辞儀しだしたということでしょう。エース左腕の今永翔太選手はポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦、FA 宣言していた石田健太選手は熟考の末にチーム残留を決断しました。今永選手とのサウスポーのダブル放出は逃れ、球団関係者もほっと一息です。話題のトレバー・バウアー選手の去就は今のところ未定ですが、球団としては慰留に努めるのみです。以上のようにローテーションの柱やブルペンの要、長距離砲が球団を去りますが、思ったよりも痛手はなさそう。現有戦力の底上げや的確な戦力補強がそうさせています。それでは評価の高いドラフトから見てみましょう。1位で中日ロッテとの競合の末に渡来隆起外野手を獲得。エネオスの右投げ左打ちのスラッガーの指名に、なんで投手じゃないんだと驚いたファンもいるかもしれませんが、外野手の現状を考慮すると納得がいきます。レギュラーと控えで力が大きく違い、故障者が出ると大変なことになります。外野手で規定打席に到達したのは佐野啓太選手、桑原正幸選手、関根大輝選手の3人ですが、佐野選手はファーストでの起用が多いですから実質2人です。関根選手が2023年にブレイクしましたが、それに続くプロスペクトは見当たりません。タイラー・オースティン選手は怪我が多いので、渡来外野手の1年目からのレギュラーは可能性が高いでしょう。サードやセカンドを守れるところも出番が増えそうな理由で、試合終盤宮崎敏郎選手の守備固めで出場という場面も見られるかも。渡来選手の父親は元ヤクルトのプロ野球選手、お父さんには悪いですが長嶋茂雄氏や野村克也氏のような大選手ではありません。父親が偉大すぎると息子は大成しないのが野球界のジンクスですので、渡来選手はちょうどいいくらいの父親を持ったといえます。2023年のドラフトは大学生投手に有望株が多く、野手は不作と言われていましたので、2位や3位ではいい野手を取れないと判断したのではないでしょうか。三浦大輔監督が当たりくじを引いたのはお見事の一言です。また先発ローテーションにある程度目処が立っていることも渡来1位の理由でしょう。手術明けで本格化した東選手が大黒柱に成長し、勝ち星は上がっていませんが安定している石田健太選手、シンカーが武器の平健太郎選手、多彩な変化球を操る大貫慎一選手など豊富です。
期待の二刀流ギータ2世、充実の3位以下の指名。2位で指名したのは名城大の松本亮斗投手。最速153キロと言われる変速サイドスローです。 DeNA のリリーフ陣を見渡しても同じタイプはいませんから、セットアッパーとしての起用を睨んでの2位指名でしょう。名城大には元中日投手の山内壮真コーチがおり、プロ入りに何が足りないのかを学んだといいます。程よく球が荒れていることもあり、的を絞りにくい投手、左打者の対策ができれば1年目からブルペンを支える存在になれるでしょう。3位は将来性を買って武田陸投手を指名しました。山形中央高時代は通算31本塁打を放ち、世界一に輝いた U18 ワールドカップでは4番を務めたスラッガーです。投手としても最速149キロを誇る左投げ左打ち、身体能力は抜群で外野手として育てるプランが浮上しましたが、本人の二刀流挑戦の意思を尊重する方向になりました。固定観念にとらわれず新たなことに挑戦する球団の方針にも合致。最近の NPB では日本ハムの矢澤宏太選手や上原健太選手、セリーグでは広島の戸根千明選手が巨人時代に、また中日の根尾昂選手が挑んでいます。そしてもちろん武田投手の視線の先にはドジャースの大谷翔平選手が、高卒1年目はまずは体作りを中心に行う方針ですが、球団初の二刀流選手に期待は膨らむばかりです。近い将来浜の二刀流と呼ばれ、球界に旋風を巻き起こすかもしれません。4位は東洋大の右投げ左打ちの石上大輝内野手。強肩と俊足、堅実な守備がアピールポイントです。東洋大では不動の2番ショートで、ベンチには欠かせない仕事人と言われていました。50メートル走5秒9の走力と120メートルの強肩の持ち主は、2024年がプロ2年目の右投げ左打ちの内野手林拓磨選手とキャラがもろかぶり、2人の競争心を煽るのが目的の指名です。その上2019年のドラフト1位で同世代の森圭人選手もいます。故障がちで2023年も9試合の出場にとどまった元ドラ1に危機感を持たせる狙いもあるかもしれません。 DeNA の内野はファーストとセカンドは佐野圭太選手や牧秀悟選手がいますが、サードの宮崎敏郎選手の後釜とショートのレギュラー固定が課題です。ベテランの大和選手も含めて三遊間は熾烈なレギュラー争いになるでしょう。中央大の石田雄太郎投手が5位で指名されました。最速149キロの右腕は大学時代巨人に1位指名された西舘雄飛投手の影に隠れた存在でしたが、プロでは主役の座を勝ち取るべく早くも意気込んでいます。シンカーやスライダーが持ち玉でコーナーを丁寧に突く投球が武器です。横浜市生まれでファンクラブにも入会していたという生粋の DeNA ファン、何度も通った横浜スタジアムのマウンドで躍動してもらいたいものです。6位は徳島インディゴソックスの井上健人外野手。右投げ左打ちの長距離砲で、福岡大時代は副大のギータとして注目されました。独立リーグでは2年連続で本塁打王と打点王に輝いたロマンホ、神奈川大のギータと呼ばれた梶原浩輝選手とは同学年で魅力たっぷりの逸材です。またサードも守れるので宮崎選手の後継者も視野に入ってるかもしれません。フルスイングが特徴の柳田悠岐2世に期待が高まります。以上、支配下6人の他に育成で5人と契約した DeNA、 走攻守3拍子揃った社会人スラッガーと実力派セットアッパー、二刀流選手などチームの補強ポイントにピンズド、かつバラエティに富んだ指名は評価できます。格安戦力外を獲得でウハウハ。ドラフトだけではありません。というよりドラフト以上の成果があったのが他球団を戦力外になった選手の補強です。ソフトバンクから森唯人選手、久喜竜平選手、オリックスからは中川隼人選手、巨人からは堀岡隼人選手を獲得。しかも4人とも格安で、森選手に至っては推定年俸4億6000万円から4億1000万円ダウンの年俸5000万円での契約ですから、おいしい補強。これだけの動きがあればチームの勢力分布図は大きく変わりそうです。2018年の西武王の森選手は2014年のドラフトで2位指名され、2024年がプロ10年目の31歳の投手、1年目からリリーフとしてフル回転すると7年連続で50試合以上に登板しました。絶対的守護神のデニス・サバテ選手が故障した2018年にはその穴を十分すぎるほど埋め、37セーブをマークし最多セーブのタイトルを獲得。その後もソフトバンクのストッパーを務めました。
2023年は先発に転向したものの、6試合の登板で2勝3敗、防御率 4.60 でシーズン終了後にあっさりクビに。これだけの功労者をいとも簡単に戦力外にするソフトバンクに、ファンからも非常すぎるとの声が上がりました。31歳とまだまだやれる投手に速攻で目をつけたのが DeNA。 常務取締役チーム統括本部の萩原達弘本部長は、我々が一番先に声をかけさせていただいたことは確かと、迷いなく接触したと説明、森選手の心をつかみました。大の競艇ファンで、住之江ボートで行われたトークショーで、多分先発でいきますと力こぶを握っていました。新天地ではまずは適性を見極めてから働き場所を決めるとしていますが、通算470試合で105ホールド127セーブを挙げた経験豊富なリリーバーを先発で起用するのはもったいないのでは。本人は入団会見の際にチャンスをいただいて感謝している、腕がちぎれてもいいという思いで死ぬ気で投げると語っているだけに、先発にそこまでこだわっていないのでは。チーム事情を考えてもセットアッパーの方が力を生かせると思われます。2023年シーズン後半、クローザーに抜擢され、17セーブ、防御率 2.32 だった森原剛平選手に何かあった時は代役守護神もあり得るかも。元火消しの山崎康明選手も含めて3人でストッパーを争うようなら、三浦監督も嬉しい悲鳴でしょう。希少なサブマリンの中川選手も中継ぎとして使えそうです。投手陣の戦力が豊富なオリックスではあまり出番がありませんでしたが、2023年は2軍で21試合に登板し、防御率 1.38 と好成績をマーク。キレのある球で打者を翻弄する25歳の下手投げは、東光学園校出身ですから神奈川は地元です。森選手同様、戦力外になりすぐに声をかけたのは以前からマークしていたということ、期待の大きさが伺えます。中川選手は2023年オリックスで育成選手だったので、金額的にも抑えられました。 DeNA にはいない変則フォームとして中継ぎで輝ける可能性は十分、浜のサブマリンがブレイクしそうです。巨人から戦力外通告を受けた当初から意外だと言われていたのが堀岡選手です。25歳の右腕はまだ若く、意識を変えたら伸びる可能性は大との評価でした。球威のあるストレートが武器で、2023年3月に2度目の支配下登録を勝ち取っています。堀岡選手も神奈川出身で、地元の球団に来られたのは嬉しい、自分のいいところを出し、ゆくゆくは一軍の後ろの方で投げたいと思うと、3度目の育成契約からの飛躍を誓っています。2023年のドラフトでは捕手としては育成5位で、仙台北上高の近藤大河選手を指名しただけだった DeNA はソフトバンクの捕手久喜選手を育成契約で獲得しました。ポスト甲斐拓也と期待された25歳は戦力の厚さと怪我に泣かされ、結局一軍では通算10試合の出場に終わってしまいました。ソフトバンクから移籍した先輩の森選手と一軍でバッテリーを組むことが目標です。浜に佐々木が帰還、異色経歴の新外国人も獲得。現役ドラフトでも貴重なセットアッパーを獲得しました、ロッテの佐々木千早選手です。2016年のドラフトで外れ1位ながら5球団から指名され、抽選の末にロッテに入団した佐々木選手、この時 DeNA も指名していましたから8年越しの入団です。2021年に54試合に登板し、8勝1敗、26ホールド1セーブ、防御率 1.26 と素晴らしい成績をマーク。8回の男として定着し、勝利の方程式を担う活躍でした。スリークォーターから繰り出す140キロ後半のストレートとスライダーが武器の右腕は、好不調の波が大きく、2023年はわずか2試合の登板、しかし大活躍した2021年の姿を知っている人なら、もう一度あの時の投球をと願わずにはいられないでしょう。 DeNA の2023年のリリーフは新加入の JB ウェンデルケン選手が抜群の安定感を見せ、上茶谷大河選手、伊勢博夢選手、石川達也選手らもブルペンを支えました。しかし中継ぎは何人いても困りませんし、金属疲労で続けて活躍することは簡単ではありません。ここに2021年の佐々木選手が加入すれば、三浦監督は心強いことこの上ありません。 DeNA の佐々木生といえば佐々木和弘さん、浜の大魔神とまでは言いませんが、横浜に佐々木が帰ってきたと言われるような活躍を期待しましょう。新外国人選手は前ブルージェイズ参加 3A のローアン・ウィック選手の獲得が発表されました。2012年のドラフト9巡目で捕手としてカージナルスに入団した右腕は、外野手を経て2016年から本格的に投手に転向した異色の経歴の持ち主です。
メジャーでは通算146試合に登板し6勝10敗、20セーブ、防御率 3.82、 イニングを上回る奪三振率を誇ります。2017年にはカナダ代表として WBC に出場した31歳の右腕は、退団したエスコバーの穴を埋める救援の一角として期待は大きいです。またパイレーツの190センチ大型右腕アンドレ・ジャクソン選手の獲得調査に乗り出していることも判明しています。2023年はシーズン途中にヤクルトの西浦直道選手と坂口浩介選手のトレードを行った DeNA、 オフもトレードはあるのでしょうか。的確な戦力補強で穴がなくなりつつある DeNA ですが、先発でいい素材がいれば狙ってみてもいいのでは。楽天の藤平翔馬選手ならその価値があります。2016年のドラフトで1位指名され、楽天に入団した右腕は7年間で10勝16敗、ポテンシャルを発揮しているとは言えません。環境が変わればブレイクする可能性がある25歳に DeNA が白羽の矢を立ててもおかしくはないでしょう。なんといっても藤平選手は横浜港出身、地元で投げているところを見たいファンも多いと思います。2023年、阪神が38年ぶりに日本一に輝きました。この38年ぶりというワードに反応した横浜ファンもたくさんいるのでは。そう、1998年に横浜が日本一になった時も38年ぶりでした。 DeNA もその1998年から25年、優勝から遠ざかっています。時はあっという間に過ぎていきます。優勝が狙えそうな戦力が整いつつある2024年こそ、何が何でも悲願を達成しなければならないでしょう。